い、小屋キーです。どうも、緊急でカメラを回しております、はい、というのもですね、昨日やりすぎ都市伝説皆さん見ましたか？見ました。もう面白かったですよね。うん、なんか今回はその自然災害的なテーマからもう全く変わって、今世の中で起こっていることがメインにこう取り立たれて、そうですね、かなり人が主役やったというか、うん、僕らも本当にいろいろなことで日々リサーチして勉強してるんやけど、うん、知らないこともたくさんあって、うん、まあ、そういうこともあったので、まあ、考察とか、ね、深掘り動画として今日はもうお届けしようかなと思っております、はい、ということで今回ですね、大きなテーマとして関さんが語っていたのが戦争ウォーですね。そして一番伝えたかった内容が日本の危機なんですね。そう、もう人事じゃないと。うん、これはでも聞いてて僕たちもね、ちょっとゾッとしたから、なんかエンタメとして楽しめる範囲を超えてた気がする。そうなんですよね。もしかしたらこれから先日本では日本じゃなくなっちゃうんじゃないのみたいな、そういう日もやってくるのかもしれません、はい、今年に入ってから毎日ニュースで、まあ、戦争の話題っていうのがあるんですけども、そうですね、はい、現在起こっている戦争によって日本が最終的にもう人事じゃないやばい状況になってしまうと、まあ、警告していたかのような印象の、まあ、回でした、はい、そして番組内でも言っていた放送コードギリギリのところで発信してるって演者が言う普通ね、普通は規制っていうのはさりげなくかけられて、その範囲のルールの中で演者さんや作家さんたちがそれに言うじゃん。そう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 。でもここまでしか言えないんですって、演者が言ってそこカットしないってなかなかないと思うよ。かなりのメッセージですよね。そう、小安タイムは昨日配信した通り、やりすぎ都市伝説会では番組の告知情報から深掘りした内容をお届けしたんですけども、はい、こちらにも皆さんごめんなさい、広告制限がついてしまいました。いや、そうなんですよね。今ちょっと今削除しようかちょっと悩んでるぐらい大変な状況です、はい、まあ、結構やばいですね。うん、これぐらいでもなんか広告が取られちゃうんだと思ったら、こういう感想とか思いとか警鐘みたいなのを自分たちの意見で言うことってもう無理な世の中になっちゃうんじゃないのって、ちょっと危機感を覚えるぐらい。いや、そうなんですよね。そうなんですよね。しかも規制されてる理由がその出演されてる人物に対して危害が及ぶ可能性があるっていうことなんですよね。そう、これはね、本当にまた5月14日の僕の個人チャンネル、小焼 Vlog でもお話しするんですけど、東野くんがちょっといなくなっちゃった理由にもちょっと近づいてる内容でして、うん、いや、本当そうなんですよね。はい、で、まあ本当に今回のやりすぎ都市伝説のテーマはそれぐらいかなりヤバいテーマを取り扱ってたと、危険なテーマだったってことはもう間違いないです。そうです。はい、じゃあ今日も早速いきますね。隠された表紙の真実。はい、番組内でこうやって関さんが出した本の表紙を覚えてます。はいはいはい、はい、あれモザイクかかってましたでしょ。いや、そうですね。そう、番組内で言えないことが多い中、発言が伏せられたり、うん、本にモザイクがかかるシーンが目立ったんですけども、うん、この、今ちょっと出てますかね、こちらのシーンなんですけど、はい、これピンときた人は相当肥やしたマニアというか、うん、都市伝説マニアです。これ僕たちはモザイクなしでお届けします、はい、それがこちらです。エコノミストの表紙なんですね。そうなんです。はい、エコノミストというのは僕たちもたびたび取り上げられましたけども、来年のね、あ、ですから、まさにありますね、うん、これは去年に出たエコノミストなんですけど、うん、それが来年の予言が表紙に書かれてるってことで話題になるんですけど、そうですね、なんで今年のね、まさに顔になってますよね、中国とアメリカですよね、うん、じゃあこのエコノミストは何年のものだったかというと2016年なんですって。お、はい、これね、とにかく気づいた、よく見てほしいんですよ。プーチン 目っちゃ赤いやんか。赤いですね。赤よく見てほしいんですよ。戦闘機なんですよ。うわ、これすごくないですか。すごもうまさにプーチンの冷たい感じの雰囲気から、はい、戦闘機が赤く表示されてるものを考えると、もう戦争が起こることを予言されていたかのようでしょ。まあね、一部では予言の雑誌言われてますからね。そう、実はですね、6年も前から現在の世界情勢を予言してたんじゃないかというふうにちょっと今盛り上がってるんですけど、すごいな、はい、これまで第3次世界大戦が起こってしまうのではないかという話をまあ紹介してきたんですけども、2017年のやりすぎ都市伝説の取材では、元ロシア軍の研究者が2017年の時点ですでに第3次世界大戦は始まっていると発言してるんですね。ミスター関、もうすでに世界大戦は始まっていますみたいなこと言ってましたけども、実はこの発言をですね、裏付けるものも存在します。はいはいはい、はい、それが先ほどのプーチン大統領が描かれた表紙が発売されたちょうど1年後の2017年10月に発売されたエコノミスト、2016年2017年の10月、こちらなんですね。まさにもうプーチンなんですけど、この表紙に書かれている内容が衝撃的なんです。真ん中に大きく書かれたサーリーズボムっていう意味は皇帝が生まれるっていう意味ですね、はいはい、で左側に書かれた100 years after the Russian revolution の意味はロシア革命から100年という意味です、はいはいはい、つまりロシア革命から100年後プーチン大統領が皇帝になると表現した表紙なんです。なるほど。ここもあ、サーリーズボーンでもね、今回出てきたサーリーボンバーみたいなとこ繋がってきますし、はい、マジで予言の表紙やなと思
うんですけど、まあね、はい、でね、この、まあ、ロシア革命が100年後と皇帝になることを表現したというふうに言いましたけど、はい、このロシア革命の期間って1917年から1923年なんです。つまり100年後というのは来年2023年の可能性があるということです。うわ、1年ずれてるんです。また全然違う可能性があると。さらにこれまでの世界大戦が行われた期間を見ますと、はい、第一次世界大戦が1914年から1918年の約4年間、うん、第二次世界大戦が1939年から1945年までの約6年間、やりすぎ都市伝説で紹介していたように2017年にはすでに第三次世界大戦が始まっていたとされたら、2022年の今年は短くても5年目というふうに考えられるのかもしれません。あ、なるほどね、はい、つまりこれまでの世界大戦が行われた期間とエコノミスト誌に書かれたことから考えますと、まさに今が第三次世界大戦のクライマックスに差し掛かっているというふうに、まあ、解釈できるんです。2023年に第三次世界大戦が終わり、そのタイミングで次の新しい皇帝が生まれているのかもしれない。そういうことですね。なるほどね、そういう予言かもしれないですね、はい、日本を脅かす白って、日本をですね脅かす2つの武器があるんですけども、うん、それが1つ目はツァーリーボンバーですね。あ、それもおっしゃった。そう、ツァーリーボンバーとは何かと言いますと、ロシアの前の国、うん、旧ソ連ですね、開発した人類史上最大の核爆弾というふうに言われていて、威力がやばいんですよ、はいはい、広島に投下された原子爆弾の3000倍以上。3000倍、やばくないですか。すごいですね、はい、その爆破実験の映像もやりすぎ都市伝説で公開されていたんですけど、はい、すごいやっぱあの煙の大きさ、これどれぐらいの爆発力だったかというと、なんと2000キロ離れた場所からも爆発が見えるぐらい、やばいよね、確認できると。日本に直しますとですね、北海道の端から九州の端までなんて、すごすぎる。そんなところまで威力が分かるんですよ。やばすぎる。やばさ伝わったよね。さらにその衝撃波は地球を3周したとも言われてます。やばすぎる。実はですね、ツァーリーボンバーは非常にサイズがでっかい爆弾、はいはい、実験当時ツァーリーボンバーを運ぶ戦闘機っていうのはまだなくて、で従来の半分のサイズで実験したそうなんだけども、半分の威力だったんですけど、その2倍以上の威力を持った武器をロシアは今も隠し持っているのでは。隠し玉ということですね。え、ちょっとなんかその野球みたいな例えをするけどやばいからね。いやいや、別に隠し玉は言うでしょ。ええ、しかもですね、核爆弾って普通飛行機で運んで落とすっていうイメージじゃないですか。ありますね。違うんですって。ツァーリーボンバー級の爆弾を搭載した無人潜水艦を保有しているとも言われてます。人が乗ってたらそれ危ないし、ミスする可能性もあるけど、 AI とか搭載された無人のね潜水艦で海から来られたら分かんないと思う。なるほど、まさしく今回のやりすぎと申し上げたローズ。そう、だから日本近海に潜んでいる可能性もあるということなんですね。そうだ、俺僕ロシアをね日本の上の方にあるってイメージしかなかったんやけど、北海道の稚内から見たら40キロ先もロシアねんって。おー、でもそこだったらもう普通に打ち込める範囲やん。まあ、それはそうですね、見えてるんですもんね。見えてるし、しかもそこら辺の海域にロシアの軍艦とかも来てたらしいんで、だもうまさによね、まあ、そういうふうに関さんは警告しています。はい、で日本を脅かす兵器2つ目がですね、死の手と呼ばれるシステムです、うん、これはもう東亜くんの方が多分詳しいんじゃないかな。ほう、ターミネーター2のスカイネットの暴走、各地に向いたらもう核ミサイルを発射しまくるみたいな、あれと同じよ。審判の日ですね。そう、 AI による自動核兵器制御システムのことなんですけども、国家危機の際自動で核兵器を発射するシステムなんですって。やばいですよね。僕らが聞いてたのはなんか核ミサイルとかもなんかボタンをなんか同時に2人の人がこう押さなきゃいけないみたいな聞いたんやけど、その国のトップが死んだりとかすると敵国に無条件で申し込むみたいな、うん、そういうシステムがあるらしくって、これやばくないですか。いや、やばすぎるでしょ普通に。そう、日本の防衛省関係者の話によりますと、死の手によって狙われる地域は東京をはじめとした大都市、地方都市、自衛隊の基地は標的にされると言われてまして、熱戦と爆風だけで数百万人単位の死者が出るのは確実、熱傷などの被害も含めれば首都圏の死傷者は1000万人を超えるでしょうと。えぐいことっすね。ねえ、防衛省関係者が言ってるんですから怖いよね。いや普通に怖すぎますよ ね。さらに原子力発電所も狙われた場合、さらに甚大な被害となるということですね。ではなぜこれほどまでにですよ、人類はこれまで戦争を繰り返してしまうんでしょうか。戦争の本当の理由、それはですね、もう単刀直入に言いますね、お金儲け。儲かるところがあるんですよね。そう、戦争に必要なものは何ですかと聞かれたら武器なんですよ。そうです。その武器を買う、そのために作る、売る、これはですね軍需産業となりまして、戦争が起きる前からお金を稼ぐことが可能となります。実際に1950年に起きた朝鮮戦争では朝鮮特需と言いまして、敗戦後の日本の景気が良くなった
った。戦後復興が進み、日本は高度経済成長を成し遂げましたね。そうですね。それは戦争している地域だけの話ではないんです。実際に戦争が起きていない地域でもお金は動くんですよね、はい、なぜなら戦争が起きる危機的意識によって貯蓄であったり物資を確保しようと心理的に働くためだと。まあそりゃそうだよね。ちょっとインフルエンザが流行り始めましたとか、風邪が今流行ってるみたいですって、皆さんマスクを買ってたでしょ、まあ、そういうように何かが起こるっていうことが分かったら、人間って不安がある生き物なので、それを不安をちょっと改善しようとして行動をする。それってイコールお金を使うことだったりするんですね。そう、しかもちょっと仲が悪い国がなんかあのミサイル買ったらしいでってなったら、やっぱうちもじゃあこれに備えとかなってなりますからね。ありますよね、まあ、つまりはですよ、戦争が始まる前後というのは世界的にお金が動くんですよね。そう、実際にアメリカの軍需製品メーカーレイセオンっていうのがあるんですけども、はいはいはい、その CEO のグレッグ・ヘイズさんは、うん、紛争地域で緊張が高まれば軍事費増加になる、私は我が社が利益を得られることを強く期待するというふうに言ってます。お、人としてクズみたいな発言ですけども、うん、まあまあまあ、まあまあ、ってですよね。じゃあそのお金を使って何を行いたいと考えてるか分かりますか？何ですか一体これは？ですね、番組でも、まあ、関さんが話していた宇宙利権を取るため。出ました。はい、宇宙利権なんですね。新たな戦闘の領域としまして、はい、世界の国防当局がですね関心を寄せているのが宇宙。そう、そこには通信衛星や GPS など軍の活動を支える人工衛星が数多く存在してる。しかも生身の裸のまま置いてあるわけですから、 それを全部撃ち落とされたら、うん、一瞬して日本もカーナビ使われへんだろう、そう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 、国防システムがシャットアウトするだろう、うん、ネットが麻痺するだろう、うん、明日の天気分からへんね、天気ごときではあれかもしれんけども相当大打撃よね、うん、この宇宙空間の覇権を、まあ、握って軍事面で優位に立つことを目指してきたアメリカとロシア、そこに割って入るように急激に力をつけてきたのが中国、うん、はい、宇宙はですね陸海空に続く第4の戦場というふうにも言われていまして、サイバー空間とともに安全保障上極めて重要な新たな領域と考えられているそうです。いや、そうですね、はい、最近では宇宙の安全保障という言葉がですね利用されるようになってきましたけども、その目的というのは宇宙空間の自由で安全な利用を確保し、必要であれば相手の利用を妨げることだと言われています。つまりですよ、宇宙利権を取るということは実質世界の覇権を握ることなんです。まあそうですよね、だから地球よりもね、はい、はるかに壮大ですからね。そうなんですよね、うん、そしてその宇宙利権をですね取得して新しい世界を築こうとしているというのは、何の世界を作ろうとしているか分かりますか？まあついにマクロスですかね。なんで？え？なんで？フロンティアを作るんよ。いやいや、だったら別にガンダムとかもいいやろ、ね、マクロスだけ取り上げられたり。え？え？それはまあ私の歌を聴いてほしいからですかねええわやな。それがメタバースの世界。メタバースの世界は実はですね、宇宙の技術を利用しないと作り上げることができないと。ほう、メタバースの世界。メタバースは関さんが以前のやりすぎ都市伝説で、まあ、取り上げられてから2021年メタバース元年ともまあ言われてましたよね。そうですね、軒並みその関連株価が上がったりなど急激に成長した事業です。 Facebook や Microsoft が進出し、世界中の企業がこぞって今参加してますよね。日本でもバーチャル渋谷、バーチャル大阪が開発されており、とてもまあ親しみやすい存在に着実になってきてますよね。そうですね、楽しみにしてる人もまあ多いと思うんですけど、どうして楽しみですか？もちろん、まあ、やっぱりねバースなんでね。どういうことですか？うん、まあバースというと、うんうん、まあ、やっぱり阪神の選手なわけなんですけど、今年ね阪神もねやっと調子が上がってきて、ようやく100勝ペースが見えてきたんでね、かなりこのメタバースには期待していきたいところですね。メタって何ですか？じゃあメタ、うん、分からへん実はこのメタバースの技術はですね、うん、宇宙からのデータがかなり重要なものとなっています。ほう、そのため宇宙の利権を取るということは実質メタバースの世界を支配することができてしまうんじゃないかと。そしてメタバースの世界こそ今回のやりすぎ都市伝説のテーマでもあるニューワールドオーダーのことなのかもしれません。実際に2026年にクラウド上にニューワールドオーダーが開かれると示唆してます。言うてましたね。私たちは2026年支配されたメタバースの世界への移行が始まることをですね、関さんは提唱したかったのかもしれません。そして支配されたメタバースの世界に移行することは大変危険なことだとも警告されております、うん、メタバースの世界に行くためには意識をコンピューターなどに接続します、うん、どうやって接続するんだろうね。まあやっぱあれちゃう、ここら辺とかにつけるんちゃう、チップ。なんで爪の先なの？やっぱ刺しやすいやん。刺しやすい、痛いよ、拷問とかでやるやつやまあ、よく言われてるのがね、そのマトリックスとか後ろになんかプラグがあってとか、ここからなんか Bluetooth みたいなのでつながるみたいな言われてますけども、まあどんな方法でいくかも別として、手術は必要になるから、それがちょっと俺怖いねんな。あ、もしくはこの E カードの装置みたいな耳につけてこうやってブイーンってやって、こうだよ、なんで拷問基準やねん
でもね、今の大人はちょっと、ね、はい、社会的抵抗みたいなのがあるけど、うん、今から生まれてくる子供たちの世代はちゃんと生まれたらメタバースの接続機器へ入れたみたいなこともあるかもしれない、まあね、子供のうちに入れとかないとね、後やったら面倒くさいからみたいな、うん、いやもうそんなことなる気がすんねんな、もうすごいよね、はい、まあ、メタバースの世界に行くためにはもうその意識をコンピューターと接続するわけないけど、はい、イコール肉体はもういらへんっていうことやん、悲しいね、はい、そして意識に信号を送ることによって記憶を消したり上書きしたり自由に動かすことができる可能性があるというふうに言われてます。何が本当の記憶か分からなくなりますね。そう、まあ、よくある設定じゃ、ワンピースでもあるよね、あるね、プリンちゃんのメモの、そうそう、能力でね、だそういう、だから自分にとってはトラウマとか不都合なことは消すいい発明というか医療なのかもしれませんけども、都合のいいように言った電子機器に繋がれたら一気にパンってプログラム起これた瞬間みんなプーチン様みたいなことになるかもしれないでしょう、ね、怖いよね、まあ、世界大戦や地震などの自然災害が起きる、まあ、危険な世の中を作ればいつの間にか安全な仮想空間の世界に行きたいと思う人も増えてしまうんじゃないかと。それはメタバースの世界に移動したいと徐々にですよ、人々を洗脳しようとしているかもしれないというふうに言われています。なるほどね。このように洗脳されている世界に関さんは気づけと。おー、これからの世界で一番大事なことは直接つながるコミュニティが大切になるというふうに言われています。人類の最終地点、関さんが本当に伝えたかったことはですね、人と人がつながりを持つことだと。番組の中で EMP 兵器と言われる武器について語っていましたね、はい、この武器はですね、電子機器を損傷破壊する強力なパルス波を発する武器です。うん、これ東洋君詳しいじゃないですか。いやもうかなりね、うん、まあ、その世界中のなんかデータセンターとかもそういうのを一瞬にして使えなくなるってことができるそうで、いや恐ろしいなと思いましたけどね。コードギアさんも出てきましたね。そう、 EMP パルス、うん、電磁パルスということでね、桜台とかこうやっておすすめられてこうやってやるやつなんですけどこうやってやるやつ、そうそう、あのナイトメアが動けなくなるんですけど、大体スザクを止めるためだけに使われるんですけど、毎回突破されてしまうんですね、はい、面白いのはさ、やりすぎ都市伝説内でさ、うん、EMP 兵器とみたいなさ、解説したのがさ、まさに桜井さんやから、プロルギスザクが言ってるのと同じじゃないですか。そうなんよね。どういう気持ちで言ってねえの俺も止められたわ。そう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 、まあそういうね、武器があって、言うたら見えない武器みたいなもんだよね、それね。そうですね。それがめちゃくちゃ怖いね。急にだから電子機が使えなくなるって、現代人にとってはもう文明が滅んだのと同じやん。そうね。世界のさまざまなデータセンターに障害を起こし、うん、IoT デバイスをはじめさまざまな電子機器にですよ、障害を引き起こす可能性があると。はいはい、はい、さらに電子機器だけではなく、人間の脳に直接刺激を与え、記憶をなくす攻撃でもあるというふうに言われています。うん、もう気がついたら僕たちは YouTuber だったという記憶がなくなるかもしれない、ね、やばいよね。やばいね。まあ、同じように支配されたメタバースの世界の中では、まるでゲームをリセットするかのように、ボタン一つで人々の記憶も消去を操作されてしまうのかもしれません。うわ、はい、実際パンデミックの影響で直接のコミュニティってちょっと減ったよね。ズームでいいやん、家から会議したらええやんってなってきてるから。そう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 。その代わり、その Twitter の利用者はパンデミックの影響で最も利用頻度が増えたというふうに言われます。気づいたらツイッター触ってる人とかいるよね。まあね、イーロンマスクとか、まあそう、買収したからね、うんうん、なんとですね、月間のアクティブユーザーって3億3000万人いるんですツイッターって。だからイーロンマスクさんがそこに目をつけたのも、まあ、まあそうなんだろうなと思うんですけど、はい、以前からツイッターって言論の自由を損ねていると、まあ、痛烈に批判をしていたイーロンマスクさんなんですね。だ、買収したことによりイーロンマスクの思うようなツイッターにすることも可能になります。まあね、はい、例えば AI を使ってトレンドに上げてほしいワードの選出や言論の統制を取ることも可能なんですよ。恐ろしい、恐ろしいよね、これね。このように僕たちの思考自体をですよ、徐々に操作しようとしている動きが世界で起きていると。まあ、だってね、テレビでも宣伝するより、もしかしたらツイッターで流行ってるってやる方が売れるかもしれないですもんね。売れるね。ツイッターのトレンドの方が自分に合ったトレンドでサジェストされてるから、そう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 、クリックしてまうねんな。そうなんよね。毎回あれ、ハンターハンター連載再開ってこれやめてくれへんから、ほんま、そろそろほんまにやめてほしいな。ハンターハンタートレンドに入れる、あのどうせやってないんだと思いながら見てまうから、一回は押すから、一回は押すから、そうそうそう、はい、で大体あのブラックホエル号の画像が出てくるんや。じゃあね、このような世界になった今、はい、どうすればいいんやと。どうしたらいいんすか。まあ、やりすぎ都市伝説の放送後にですね、関さんはそのまま YouTube の配信をしました。はいはいはい、はい、その中でコミュニティを作ること、うん、直接人と人とつながることが必要だというふうにおっしゃってましたね。なるほどね。これはメタバースの世界と SNS の世界と正反対の話なんですよね、実はね。アナログな感じがすると、で技術が進歩した現代と逆行することが大事だというふうなことです。なるほどね、はい、今後起きるであろうメタバースの世界に移行せず、直接関わることを忘れないでほしい、世界の意思に惑わされないでほしいということを言いたかったのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第ですと。なるほどね、はい。
いや、なんか深い話だったね、今回ね。いや、そうですね、うん、だからその一見ね、その戦争っていうセンセーショナルな話題のように見えるんですけども、はいはいはい、それはもう表面的なことに過ぎないよと、うん、これから先の世界がっていうお話だったわけなんですが、はい、まあ、要するに一言で言うと Change the world、 うん、世界が移り変わっていく。本日の問い肌スコアは3649、やりすぎということでね。本日の問い肌ポイントはプライベートジェットからの UFO 動画すごかったっすね。ああ、前田さんの進化の話、はい、あの子と友達になりたい。そうっすね、うん、なんかプライベートジェット乗せてほしいと思って。俺も NASA の職員とかと話したい。そうそう、 NASA の職員と話せる機会があるだけでもすごいよね、そうやってね。ほんまに3秒でノーって言われたい。あれ3って言っとったらやっぱすごい意味があると思うね。どういう意味ですか。やっぱ3ってすごい非常にパワーのある数字でしたね。イルミナティとかそういう愛用してる数字なんですよね。実は人に取り付くのは霊だけではありません。ある画家が亀に取り付かれ、それから17年間もの間ずっとですよ、自分の意識とは関係なく書き綴った書物があります。書物、亀が人間に憑依して書き残した究極の予言書というふうに言われます。実はですね、火付き神事にロシアの今後に関する予言がね書かれているんですよ。はい、ロシアに降臨した悪霊悪魔によって神の国日本に攻めてくるぞ。彼らが北から攻めてくる時がこの世の終わりだ。そしてそこから新しい世界が始まる。なんと孤立したロシアの矛先が次日本に向くということなんですよ。はい。